オルレアンスイブラガンサ王朝の紋章ペドロ・エンリケ、アフォンソ・フィリペ、マリア・ガスタン・ミゲル・ガブリエル・ハファエル・ゴンザーガで、オルレアンスイブラガンサイ・ボール・ボン、ポルトガル語、ペドロ・エンリケ・アフォンス・フィリップ・マリア・ゲシュタオ、ミゲル・ガブリエル・ラファエル・ゴンザガで、オーリンズ・イ・ブラゴンサ、イー・バーボン。1909年9月13日から1981年7月5日は、バソーラス系ブラジル帝位請求者、 ブラジル皇帝家課長。最後のブラジル皇帝ペドロ二世の彦。ブラジル帝位継承者、イザベルの次男で、後継者指名を受けていたルイス・マリア・フィリペと、その妻で両シチリア王家課長カゼルタ・ハク、アルフォンソの娘マリー・アピアの間の長男として生まれた。1921年に、父が、祖母、イザベル王女に先立って死去したため、1921年に、 祖母より、定位請求者の地位を引き継いだ。1940年、イザベル王女に、定位継承権を認められていなかったいとこの、ペドロガスタンが、ブラジル定位請求者として、名乗りを上げるに至り、ブラジル定室は、ペドロエンリケを課長とする、バソーラス系と、ペドロガスタンを課長とする、ペトロポリス系に分裂した。1937年、バイエルン王子、 フランツの娘、マリア・エリーザベトと結婚した。夫妻は12人の子女を設けた。ありがとうございます。